開ける、ごま根菜がたっぷり。どうも、リュウジ研究家のりょうりです。ということでですね、今回はですね、まあ寒いということで皆さん、この時期に食べたくなるとやっぱ汁物ですよね。今回ですね、まあちょっと、もう僕の中でも、がっつりね、お野菜を取れるヘルシー汁物レシピですね。はい。僕の汁物って言うと、豚汁とか鶏汁とかあると思うんですけども、今回ね、汁物でやりたいので、けんちん汁。学校とかで出てませんでした。僕の学校では出てたんですけども、これけんちん汁ってなんてか、もともと精進料理なんですよね。お坊さんとか食べてたっていうものなんで、まあ基本的にそのお野菜だけで作った汁物だから根菜がたっぷり入った汁物なんですけども、まあちょっと僕は動物性のものをちょっと入れた方が美味しいかなと思うので、今回は精進料理ではないんですけども、なんかお魚のちょっと要素を加えて、お肉が入ってなくてもものすごく食べ応えがあるですね。本当にこの寒い冬にこれさえあればもう生きていけるっていうような、でそんなね優しいけんちん汁、ちょっとこれをですね本気で作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずね、お野菜類です。根菜、大根、人参、ごぼうです。これを用意してください。詳しい分量はね、概要欄に書いてありますんでね。あとネギ、お豆腐ね、木綿豆腐使います。絹でもいいんですけども、絹だとねやっぱね大量に今回作るので、もう4人前ぐらいありますんで、崩れやすい、だから木綿がおすすめです。あとね、木綿って食べ応えあるんですよね。で、お好きなキノコ、えのきとかでもいいですし、もう他のキノコ、しいたけとかでも構いません。今回はしめじ、エリンギ使います。 200g、 だいたい2パック。あと本来けんちん汁に入れないんですけども、これねちくわ入れるともう最高にうまいんで、もうこのちくわ汁本当に美味しいです。まあ特にこだわりがない方はちくわ入れていただいた方が美味しいと思います。はい。あと出汁にいつも僕使ってるのは鰹節ですね。これをちょっと粉にして、入れていきたいなっていうふうに思います。他の材料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。早速作っていきたいと思います。まずはですね、手頃な、容器を用意してください。で、ここに、手頃な氷ね、氷適量でございます。あと調味料に、こちら、ね。ウイスキーですね。ウイスキーを、まあ、1プッシュ半ぐらいですかね。はい。まあ、これも個人によるんで適量ですね。はい。ここに適量の炭酸水。はい。これを注いでいきます。ということで、至高のハイボールが完成しましたので、乾杯していきたいと思います。乾杯！いやー、すみません。くー！じゃあ、止めます。頑張ろう。はい。はい、じゃあね、早速、お野菜切っていきたいと思います。もうね、フライパンね、これ用意しちゃってくださいね。これフライパンにね、入れてったら、パッと使わないでいいんで。まずね、根菜類、切っていきます。まずごぼう。これね、ごぼう洗ってあります。でね、ごぼうはね、ちょっとね、土の色が見えてても大丈夫なんで、あまりにもね、こそげ取りすぎると、ごぼうの、いいこの土の香りっていうのはしなくなりますんで。なので、あんまり洗いすぎないようにした方がいいです。あと、買うんだったら、洗いごぼうより泥付きのごぼうがいいです。今回泥ついてたんで。なんでかっていうと、泥がついてるとね、劣化しにくくなるんですよね。はい、空気に触れづらくなるんで、新鮮なままに保てるんですよ。これなんですけど、まあ、今回ちょっと長いんで、ちょっと半分に切っていただいて、で、この縦に割ります。ね、こんな感じにしまして、こいつをねこうやって切っていく。これがね一番安定して切りやすいです。煮てしまうんでごぼう結構柔らかくなりますんで、まあ、若干太くても大丈夫です。6ミリから7ミリぐらいの厚さで大丈夫で、これで斜めに切っていく。これ箸でつかみやすいですから、笹がきとかにしてもいいんですけども、笹がきってね割とねめんどくさかったりするんだよね。慣れてない人だとなかなかできないし、だからこうやって、半分に切って斜めに切る方法が僕はね、こういうけんちん汁とかだと、ね、汁物だったら最適かなっていうふうに思いますね。はい、こんな感じです。はい、ごぼう切り終わりましたら、こいつはもうフライパンにもう入れちゃいます。こうやって、で根菜類から切って、根菜類はね全部フライパンに入れちゃうんですよ。そうするとね手間ないんでね。はい、で次大根ね。大根はこうやって半分に切って、で、また半分に切ります。はい、だからいちょう切りにしていく感じで、皮むかないです。はい、これも煮てしまうんで、ちょっとね薄めに切っていくと皮全く気になりません。なんでこんな感じでいちょう切りにしていく、切っていきます。あ、皮はねやっぱね煮ると柔らかくなっていくんで、これぐらいの薄さだったらいちょう切りの場合は僕はあんまりね皮むかないです。その方が皮の栄養も無駄なくいただけますし、何より、ね、手間が少ない。だからもう皮はつけたまんまでいいです。はい、じゃあこの根菜も大根も全部入れちゃう。こっちこれはねお野菜を食べる汁物なんで、お野菜はたっぷり入れていきます。
これ一つだけでもう栄養満点。次、人参。人参はここちょっと切りましょう。ここだけ硬いんでね。で、まあ、半月切りにしたいんで、まあ、またこれを半分にする。で、まあこんな感じですね。はい。人参も皮むかない。人参はね、出荷の時にね、あの皮っていう皮もね、むけちゃうらしいんで、これね、ちょっと薄皮みたいな感じなんですよね。薄皮なんで、もう煮れば全くこれ気になりませんので。やっぱね、人参のこの赤い彩りが入ると、この汁物はね、ぐっと映えますので、人参は入れていただきたいなっていうふうに思いますね。はい、そしたら、今度ちくわです。ちくわね、今回、ね、気分のいいのを使ってますけども、別にもっと、お安いちくわでも大丈夫ですよ。グラムは合わせていただいた方がいいかな。これぐらいちくわが入ってると非常に美味しいんで。ちくわはね、こんな感じで輪切り。輪切りがね、一番ぽいです。これね、具材感が出てね、美味しい。あとね、ちくわって、魚のすり身をね、まとめたもんですから、ちくわってめっちゃいい出汁出るの知ってますこれ。ちくわはね、入れた方がいいです。はい、次はね、キノコ。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコ。これね、まあ、お好きなキノコでいいんで、えのきとかだとね、一袋で 200g ぐらいあるから、えのきとかだと一袋でいいですよ。でも今回は、ちょっと具材感も欲しかったんで、しめじ。これしめじはここ切り落として、もうね、鍋の上でね、バラバラにしちゃう。で、エリンギですけども、この汁って結構、お野菜たっぷりなんですけども、キノコってね、食感的に結構ね、お肉とか、その動物性のものに近いんで、エリンギもね、こうやってね、お肉の感じで、歯応えが出るように、スライスしていただくと、満腹中枢を刺激する歯応えになりますんで、これ半分に切って、半分に切ったらこうやって、スライスしてあげてください。はい。ネギはね、最後に入れるんで、これ鍋の中に入れないでくださいね、これね。ネギだけ最後なんです。ネギはこうやって、斜め切り。で、青いとこまでね、斜め切りにしてください。で、青いところは、この間に砂とか噛んでる時があるんで、これ洗ってくださいね。これ洗ってあります。これが最後に加えることによって、ネギの、ふわっとした、このネギの香りが立ちますんで、最後に入れます、これ。だから、のっけといてください。はい、じゃあですね、炒めていくんです。炒める前に、このさっきの鰹節、これね、レンジで、だいたいね、1分くらいチンして、ください。そうするとね、こう香りが立って、あとね、シャワシャッとこう揉むと、カツオの粉になるんで、これを出汁に使っていきます。ものになりますよ。で、これ、もうごってりお野菜とちくわが入ってますね。で、ここを炒めていくんですけども、ここにですね、ごま油。はい。だいたい大さじ1杯。ね、これ鍋肌、ね、加えていきます。で、火つけます。これね、強火で結構ですよ。で、お塩を振ります、これ。で、お塩、小さじ4分の1。これね、浸透圧でちょっとこう、お野菜から水が出やすくなるんで、野菜炒めるときは、お塩振った方がいい。最初、強火でいいです。で、根菜を、炒めていくことによって、ごま油がですね、全体に回って香りが良くなりますし、こう煮込んだときにね、この根菜より味が染みやすくなります。もうね、これね、フライパンいっぱいにできますんで、ちょっとね、深めのフライパンか、もしくはもっと大きい鍋でやるのがおすすめですよ。無理にね、これフライパン振ろうと思わないで大丈夫ですからね。これもうお箸でこうかき混ぜながら、ちょっと炒めるような感じで大丈夫です。はい。もう全体が少ししんなりしてくるぐらいまで、炒めるといいです。だからもう軽くこの香ばしさをつけるような感じですね。じゃあちょっとこのままちょっと炒めていくんですけども、さっきの鰹節ね、もう冷えたと思います。冷えた鰹節、こうやって粉状にしていきます。そうすると、このね、汁にね、粉状だと浸透していくんですね。あのまま入れちゃうと、結構ね、舌に当たって、歯にね、鰹節がくっついてしまうっていうのがあるんですよ。こうやって、揉んでいくことによって、この加熱で鰹節から香りが立ちますし、あと、つゆに染み込みやすくなる。はい。これ、池盛りシステムっていうね、名前なので。で、だんだんね、お野菜からね、お塩振ってありますんで、ちょっとね、水が出てくるんですね。で、全体がしなっとなってきます。もうちょいね、炒めたいんで、ちょっとね、肩が減ってくるんですよ。肩が減ってきたら、できる方は、こうやって。で、ごま油の風味が苦手な方は、普通のサラダ油でもいいんですけども、僕はね、ちょっとごま油が入った方が、やっぱりね、野菜なんで結構淡白な汁になりがちなんで、少しね、ごま油の、この、濃厚さみたいなのを加えた方が僕は美味しそう。全体的にツヤが出てくるんで、あと香ばしさが出てきます。根菜類を炒めたこの香ばしさで、香ばしさで至高のハイボール飲んでいく。今がチャンス。はい。そしてまあ全体的にまあ軽くね、ちくわとか焦げ目がついてきたなと、お野菜からちょっといい水分が出てきたなって感じになったら、ここで調味料ね、汁を作っていきます。お水がね、800cc。 最初お水使い入れちゃいます。あ、お水ね。はい、これもまた強火でいいですよ。これお酒ね、大さじ3杯のお酒を入れていきます。はい。
そしたら大さじ1半のみりんでございます。これ甘みつけます。お酒は風味付け。そしたら味付けにね、これお醤油ですね。お醤油大さじ2杯、1杯2杯、お醤油ベースの味付けになります。で、お醤油だけだと結構お醤油に浸食されちゃうんで、味が。なんでお塩ね、小さじ3分の2ね、お塩と醤油で味付けしていきます。で、お塩がね、これぐらい入ることによって、醤油だけじゃなくてですね、お塩の味だから野菜の味が引き立つんですね。お醤油だけでやると結構どぎついお醤油の味になりますから。結構ね、お醤油っていろんな素材の味を塗り替えますので。そしてカツオの粉、さっきね粉にしましたね。こいつを入れることでもう出汁になりますし、味深みがもう全然増しますから。で、和食はね、結構ね、食材の味を重視すると思いきや、醤油バンバン使うからね。僕はね、醤油が一番素材の味を分からなくさせると思ってるんで、ね、香りが強いからね。僕は料理は旨味とかじゃなくて香りだと思ってますから。そこでここに今鰹節のイノシン酸が入りました。この味の素のね、グルタミン酸1、2、3、4、5、6、7振り、はい、これを入れることによって、この鰹節イノシン酸っていうね、核酸が豊富なんですけども、ここにグルタミン酸、アミノ酸がですね交わることによって、非常に強い旨味を生み出します。なのでですね、本出汁とかはいらないんです。はい、味の素とこのイノシン酸でものすごいもう上品な出汁が出ます。これがね、鰹のね香りが出てすごく美味しい。本来のけんちん汁はね、精進料理には使わないんですけども、今回は邪道ということで、はい、でも最高に美味しいですこれで。汁が出来上がりました。そしたらこれ木綿豆腐ね、ちょっと水気切って、で、こいつは包丁で切っちゃダメですよ。こうやってちぎって入れるんです。ちぎって入れることでこう断面がデコボコになるじゃないですか。こいつがですね、汁をね、の味をね、このデコボコのこの表面がね吸ってくれるんですよ。なんでこうやってちぎって入れてください。これは全然味違います。ちぎって入れるのと角切りで入れるの、ちぎって入れてください。で、こういう入れ方ができるのは、まあ木綿豆腐の方がやりやすいですし、後で煮崩れたりしないんで、僕はね木綿が好きですね。金でもできなくはないです。ちょっとね大きめにしておいてください。後でね混ぜた時に豆腐って結構崩れますんで、それも加味して、で、後で大きければ割ればいいだけなんで、ちょっとね大きめに、これぐらいのね、一口で入るかなぐらいな感じのを入れていきます。で、お豆腐味が染みた方が美味しいんで、ちょっとね汁に沈ませてくださいね。これね、もううまそう。なんかこう秋から冬にかけてのね、汁物っていう感じがしますね。ということで、これ、ま、お豆腐入れるまでずっと強火です。はい、でここからもちょっと強火で、まずはね、このね、この汁沸かしてください。グツッと。で、全体が沸騰してきたら蓋をして、だいたい15分から20分、お野菜が柔らかくなって、豆腐に味が染みるまでね、これ煮ていきます。ぐつっと沸いてきましたね。沸いてきたんで、沸きました、蓋しました。まあだいたい中火と弱火の合いさぐらいで、はい、なんで、これで、まあ、15分から20分間煮て、このね、さっきね、鰹節と味の素のグルタミン酸が入ったこのすごく上品なお出汁、これをギューッと野菜に染み込ませていきます。はい、それではですね、20分煮込みました。開ける、ごまん。もうね、コトコト煮込まれて、お野菜も完全に柔らかくなっております。で、ここにさっきのネギをバラッと入れます。はい、はい、こんな感じですね。はい、で、これをで、ネギって煮込みすぎるとクタクタになってちょっと香り飛んじゃいますんで、こいつをちょっとね最後に入れ込む。そうするとネギの香りがふわっと香る、もう最高のけんちん汁になります。あ、いいですね、この感じですよ。皆さん分かりますか、この香りが。このね、ネギの青が入るとザッとこうたまんなくないでしょ。これちくわからいい出汁が出て、これでございます。ちょっと煮たらもうネギもうすぐ、ネギはすぐ柔らかくなるんで、これで完成でございます。で、僕はねちょっと酒のつまみでこれすすろうと思ってるんで、ちょっと塩足しました。はい、ここら辺はねお好みで、はい、2つまみぐらいお塩入れたんですけども、まあ、ここら辺は煮詰め具合とかにもよりますんで、お好みで調節してください。はい、ちょっと優しい味が食べたいな、なんかご飯とおかずと食べたいなっていう方はそのままで結構です。はい、どうですかこれ、根菜がたっぷり、お野菜がねもっこりね取れるんですよこれで。タンパク質はちくわとお豆腐から取れますから。ではこちらで至高のけんちん汁。
完成でございます。それではいただきたいと思います。ちょっといただきますよ。これうわ、めっちゃうま。心と体にしみるってこういうことだよね。ごぼうも柔らかく握っております。やっぱりね、このちくわからね、めっちゃいい出汁が出てる。だから鰹節と味の素でね、お出汁は完璧なんだけど、そこにこの魚介のね、すり身の旨味が加わることによって、非常にね、スープがね、上品。お姫様のように上品。なんか冬のスキー場で食べたい味ですね。ほんとうまい。マジでほっこりするわ、これ。僕は基本的にこういうのってお肉とかね、入れがちなんですけども、全然いらん。あと豆腐ね、まあ、今回ね、煮込み最低限の20分でやってますけど、もっと煮込めばね、全体に味がもっと染み込んでめっちゃうまいですよ。もうこれとご飯だけでいい。最高や。じゃあ日本酒、日本酒とハイボールもね、熱々と冷え冷えのコントラストいいんだけど、ここにちょっと七味、七味いかしてください。味変カンフージェネレーション七味。ああ、この七味ってほんのりこう柚子の香りがするじゃないですか。この天神寺合う。うわたまらん。根菜にも味しみしみです。たまらん。ちょっと立つよ。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。庶民派食堂龍舎よ。おいしい。めっちゃうまいでしょ。うんま。地味深いというかさ、あったかいっすね。いい意味で俺っぽくなくない？っぽくない。ちょっとなんか家庭料理感、なんか家庭料理感めっちゃあるよね。食堂のおばちゃんがなんかめっちゃうまい。いや、もうイメージが大衆食堂の飛ぶように売れる天神汁。みんなやっぱメインの生姜焼きとか頼むんだけど、みんな目当てはこの山盛りの野菜が入った天神汁みたいな。マジでそうだな。これそれだと思う、うんうん、これ名物。うん、入ってるものもすごい。結構ね、具材的には超あっさりなの、うん、で油もごま油大さじ1杯しか使ってないから、うん、めちゃあっさりでしょ、うん、でも深くない？深い。かつおだしがね、効いてるから、うん、すんごい染みてる。これなんやろ、うん、いくらでもいいけどこれ、うん、しかも芋とかも入ってないから、うんうん、めっちゃ低糖質なの。そっか、うん、だからね、太らんこれ、うん、いくら食っても。ちくわもいいね。これちくわが入るとね、食べ応えがあるから、食感のバリエーションとかすごいね。食感のバリエーションすごいでしょ。楽しいの、うん、ずっと食ってて栄養を感じられるね、うん、最近年だからそういうのシフトしてきてる。いや、いいと思います。いいこれたまにこういうのもいいでしょ、うん、あのガッツリね、チーズガーとか、うんうん、肉ガーとかもいいけど、うん、たまにはこういうの出さないと。こういうのいいかも、うん、この日本酒との相性もいいでしょ。抜群ですね。七味和ですよ、うん、これが和です。私の目指した。あー、いいね。キャンプで食いたいような。あー、いいね。そんなあったかさある、うん、みんなでこういっぱい作ってね。そう、うん、もう寸胴で作っちゃってみんなで分け合うみたいな。これね、焚き火囲んで飲んだらもう最高よ。あ、これだよねみたいな。散々肉焼いたこれ、うんうん、ちょっとキャンプ行きたいね。もうキャンプ行きたくなる味。確かに。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ体ポッカポカになって、今外寒いんですけど、めっちゃ体あったかです。このね、至高の天神汁、もうほんとね、肉なしとは思えないぐらいすっごく味が深くて、ほんとに満足感ある。そして栄養たっぷり、しかも太らない。もうね、3拍子、いや4拍子揃ったレシピですので、皆さんぜひ試してみてください。いう感じがしますね。ね、達也。はい。びっくりした。なあ、カバジみたいなね。知らねえか。テニプレ、テニプレわかんない。